あ、酸素は必要ない。あなただけでいい。Thank you。ちょっと待って。Thank you。名前なんて呼ぶんだっけ。俺コメント画面流れてなかったわ。忘れてたわ、また。ね。マークさんか。マークさん、こんばんは。うん。おっと、これ外すか。これ外して、一旦ここ掘って、ここ掘って、で、ここをタイルで固めるでしょ？タイルで固めて、ここ貯水池とする。ここ。マークさん、うん、こんばんは、ナガミ。こんばんは、マーク。ここ、ここ貯水池ね。間違った。よし。こういう思い切りが大切よ。16さん、うん、死ぬような病気はこの世界にはないので、どんな病気になろうが何も問題はない。え、マジで？あ、そうなんだ。あ、来た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 。これ今度こそ作れるかな。パフ来た。パフ可愛いんだよこいつ、マジで。いろんな足とかあって、モグラの手、採掘が得意、テクノロジーが嫌い。え、これだけど研究がついてる。これラメルお宮さんだな。後半いらなくなるかもしれないけど大丈夫よね。ラメール大宮、ラメール大宮で行こう。ラメール大宮。人落16さん、ハッチの方が可愛いだろう。ハッチ可愛くないよ。あんな、あんなんて言っちゃったけど、来た。ラメール大宮さん来たわ。早速研究してるラメール大宮。ラメールさん、うん、大丈夫、私は使い捨てには慣れている。使い捨てには慣れてる。だって寝具、家具作るわ。一応ラメールお宮さんのベッド作って、スケジュール管理は、まあ、ラメールお宮さんこのままでいいか。朝方とか昼方とか昔あったんだけどね。朝方昼方の人間選んでたのか俺が。まあいいか、これでいいか。よしよし。このゲームは何なんだ。このゲームね、マークさん、あのサバイバルゲーム、あの基地を作るゲーム。基地、自分のね住処を作ってく。大変ですよ。だけどね、見応えあるかっていうとね、ないよ。あ、水性トイレある。水性トイレ作るか。人落16さん、うん、今でも朝に強いとか夜に強いとかありますよ。あ、あるんだ。うん。マークさん、地上。オッケーオッケー。でね、今ね、自分の名前とね、リスナーの人の名前と、この仲のいい配信者さんたちの名前使ってるんですね。ここ風化ね、風化。風化。こうやって。風花もう死にかかってるけどね。なんか寒がってるけど、まあ多分風花なら大丈夫でしょ。風花、パピコ、永見、ラメールお宮ですね。マークさん、うん、というのは風花。そう、風花、これこれ風花、風花、風花って名前。ナイス風花。こうやってね、ちょっとずつ。いや水流れてってな、水マジでびちゃびちゃだな。いや水の管理が何もできてない。でこの人パピコね。うわうわ、もうやばくない俺。マークさん、ゲーム内で私たちを作ることができるのですか。そう、名前つけるだけね。そんな大したのはできない。うん、なんかめっちゃハーハーしてる。よし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 。研究だいぶ進んできてるよね。基礎研究終わるかな、そろそろ。まだか。まだ結構あるな。よしよし。マークさん、ザッツクール。うん。グランフユリさん、ジャネポ気になったのしてもいいです？あ、全然いいですよ。時々狂ったように連打する人もいますけど、全然いいですよ。でここで、あ、だけどあの沖縄のなんかのやつあんま大したことないけどね。マークさん、うん、こんばんは、冬里さん X4 なんてにせやと。そう、狂った狂ったね。あ、冬里さんこんばんは。マークさんと知り合い、いいね。作業スピード多少上がるでしょう。汚染水出してるね。この汚染水さ、何気に使い道あんだよね。なんかトイレでさ、循環するやつとかさ、
待て、シャインバグ、シャインバグさん、ちょっと睡眠妨害だけやめてもらっていいですか。シャインバグさん、シャインバグさん、ちょっと睡眠妨害だけやめてもらっていいですか。よし、 OK、 よしよしよし、 OK、 OK、 ストレス長身だけ35なんだけど、俺どんだけストレスに弱いの。俺何でストレス受けてる。ストレス、マークさん、新人歓迎、十分な式、楽しい雑談、別に結構楽しそうにやってるように見えるけどね。あったあった、ストレス、あ、ずぶ濡れか、ずぶ濡れストレスたまるもんね。もうストレス管理もしなきゃいけないからね。 OKOK、 行ってる行ってる、 OK、 行ってる、 OK、 なんでそんなやることあるこいつら。うん、ドゥン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 、 OKOKOK、 研究完了。スキル使っていいですよ、全然。あんまり何も反応しないかもしれないけど、大体はね、歌ってる時にチャネポ連打するとかそういう系ですね。これ酸素系か、気体系か、気体系も研究しとくか。よし、一旦基礎研究終わらせよう、さっさと。これ先にお水これやったの失敗だったな。ナイスナイスオッケー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 。結構金属拾ってるね。嘘でしょ、ここ二酸化炭素があってね、呼吸できないの、息止めながら進まなきゃいけないの。意味が分かんないでしょ、意味が分かんない。嘘でしょ、意味が分かんないっていうのが意味が分かんないけど、ちょっとあった、酸素レイヤー、ほらここがさ、吸える酸素でさ、ここ二酸化炭素の方がさ、気体が重たいからさ、二酸化炭素って下に行くんだよね。わらわら。そう、嘘でしょ、嘘でしょ。さん、地下ですか。これ地下ですね、これは地下ですね。ちゃんとさ、気体にも重さがあってさ、二酸化炭素が一番重たい。うん、どこまで行くか分かんないけど。3年目の浮気、ありがとうございました。人生に必要な曲だろ。3年目の浮気のリンク送ろうか。3… 、うん、ね、いいよね、3年目の浮気、うん、パチパチありがとうございます。拍手、こちらですね、あの原曲、原曲はこちらでございます。こちらですね、原曲はこちらでございます。よろしくお願いいたします。高見さん、マーク、ワンレイをご覧ください、うん、モップ掛けするか、そろそろ、うん、モップ掛けして、マークさん、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。 Thank you、 スラム反応する、うん、こうやってモップ掛けしないとさ、
足の裏がさ水でビチャビチャになってね、不快指数みたいな感じでさストレスが溜まってくんだよね、こやつら。うん、オッケーオッケー、そうそうそう、こうやってモップがけ大切だから、シャカシャカシャカ、ナイスナイス。誰か寝てんな、俺か。よしよし、一旦ここら辺水のやつやったらどうしようかな。確か2段は登れたよね、ここから。だけどここなんだよね基本は。いいか、道作るか、ちゃんと一旦作っとく、一旦ここ作っといて、これぐらい作っといて、まあいいか。ちょっとずつ足場できるの待つか。よしよしよし、汚染酸素もね結局は酸素なのよ、こういう酸素が重要なのよ。めっちゃ適当だけどね。新しいログ。これ何？よくわからんな。あ、研究終わってる。研究はね、マジで流れでいいんだよね。最初の研究は適当でいいんだよね。とりあえず全部必要だからさ。うん。よしよしよし。よしよし、頼む頼む。で、ここら辺の整備が終わったら、どうしようかな。みんな息切れだね。この二酸化炭素をさ、きれいにするやり方あるんだよね。まあまあいらんけど。発電したいな、そろそろ。発電に移りたいな。研究端末も作りたい。まだもうちょっと待ちかな。ラメール大宮さん見てみよう。あ、寝てるじゃん。ラメールさん、ジェネ回想。ジェネ回す？ジェネ回す人いるけどね。なんかね、ジェネだけ回して、あのスキルをなんか貯めるっていうやり方があったのよ。来た来た来た。ラメール大宮さん、注目の的。新しい人誰か来るかな。これ最初にさ何も考えずに増やしすぎてね、積むんだよね。お、野呂さんこんばんは。うん、シミュレーションゲームですね。洗面台がありません。あ、そっか、トイレ作るのにそれ必要だったね。確かトイレって、トイレ、トイレどこだっけ、あった、公衆トイレ、トイレ、洗い場、トイレと洗い場、最小12タイル、トイレ、洗い場、これトイレ、これ野営トイレか。トイレ作るか、ちゃんとしたトイレ作るか。だけど汚染水って処理できないんだよね。なんか循環するやり方もあるけどね。あった、水洗トイレ。あ、トイレがあればいいのか。ちゃんとしたトイレ作るか。なんか鈍ったもんだね。一旦これトイレ解体して。トイレさ、結構このトイレでもしばらく持つんだよね、家具。トイレ壊して、トイレ壊して、トイレってどこだっけ、あったあった、これだ、配管か。トイレ壊してもらって風化に、でここにトイレ作って、でこのトイレは最優先で作って、こうやってね部屋を作れるんですよ。こうやってドア作って、でタイルで囲って、でトイレってどれぐらいだっけ、公衆トイレ12タイル、12タイルだから、これ4マスだから資産12か。トイレと洗い場、洗い場があればいいのね。洗い場、手洗い場ってあったよね、どっかに。洗い場、洗い場どこだっけ、もう全部忘れてる。洗い場、手洗い場、換気、医療かな。あったあったあった、これ、洗面台、洗面台でよかったっけ、流し台、洗い場、どっちだっけな、流し台、洗面台のような気がするな、これだね。え、待て待て、ちょっと待って、今の P ってやばい、今の P 何、ちょっと待って、今の P って誰かが死にそうになった時になる音なんだけど、待て待て、低体温症か。ラメール大宮さんが死にかかってる、もしかして。ラメール大宮さん、ラメール大宮さん、無理しなくて大丈夫よ、大丈夫かな、ラメール大宮さん。だって OKOKOK、 これで
ダメルさん、ここが俺の住む場所だ。これね、このゲームね、面白いのがね、これドアの制御できるのよ。あのドア右から行けるんですとか、一方通行とかできるのよ。で施錠もできるのよ。開放で開けっぱなしもできて、でここ施錠すんのね。施錠して、でほら施錠したの、これで、これで施錠して、ここが面白いんだよね。ルーナさん、うん、なんこれ、こんばんは。あ、オキシジェンノットインクルーデッドって言って、あれですね、なんて言えばいいんだろう、シミュレーションゲームですね。で結構細かいですよ、設定が。で手洗いの時間を省くために、これ手洗いの方向も決めれるの、こうやって。今ねトイレ作ってんの。手洗いの方向を、ラメールさん、パチコさんをトイレに閉じ込めるのやめてください方向をこれこうやって右だけにすると、左から来る人が手を洗ってトイレ行くとか、そんな感じでできるのね。でここは逆なのよ、逆左、なんかトイレに入って手を洗って出るみたいな感じ。そうするとここも施錠じゃなくて自動にして、でここのドアは左だけ行けるようにするのよ。そうするとここから入ってこう出れるので、ここからは自由に入れるの、両方からガンガン行けるっていう流れ。水が足んねえわ。ここがトイレになりましたね。ほら色がついた、公衆トイレ。こうやって式が上がる。こんな感じでね、寝室とかも作れるんだよ。寝室が最初12タイルで簡易ベッドだから、寝室移動させるか。家具移動させて、トイレの横に作るか。寝室をここに移動させる。1、2、3、4、5。お、5人分いけるね。で大抵はこんな感じで、こうやって仕切りを作ればいいの。こうやって仕切りを作って、でここでドアができたらもうここ寝室ですね。ドア作って、ほら寝室、これで式とか上がったりするの。式プラス1で、ここのベッドはもう壊すっていう、こんな感じで、こうやって割り当てができるの。ここに長身割り当て、パテコも入れとこう。うか、俺の両隣女性で、ラメロ皆さん OK、できた。こんな感じですね。いい感じでしょ。ルーナさんもやってみたら、後悔するよ後悔するよこれ水が入ってねえもん、これ。あ、水を取る装置がないのか。あ、水を汲む装置がないわ、ごめん。水これで汲めるんだよね。あ、水汲める装置作るの忘れてた。これで水汲んで、でここら辺もタイル作っといて、オッケーオッケー。そしたらここをこうやって、またほらこうやって水汲んで、風花が水汲んで、多分これね、今何作業中だろう、わかんないね。風花がこうやって、ほらほら、あ、水入れてる。 あっちに水入れてんのか。今パピコが水入れたかな。そう、これで手を洗えるようになるの。病気が発症するのを防げるっていうか、そんな感じですね。でここにドア作っとくと虫も入ってこないっていう、あの光で邪魔するやつとか、そんな感じですね。で研究は終わったか、研究終わったか。どんどん研究、ここら辺研究しなくていいんだよね。装飾系はまたまた後の話だから。あ、だけど回路作れんのか。回路作れんのでかいな。回路作るためにやっとくか。ロケット工学はないか。 OK よし、 OK。こんな感じですね。どうかな、発電室作ろうかな。だけど電気ないといけないからさ、粉砕機でさ、なんか作るんだよ。研究がさ、研究ってどこで見れたっけ。酸素マスクとか作れるわ。あー、研究見るか。ここでさ、ここら辺研究するとさ、電気回路が作れんのよ。あのノットゲートとか、あとはこれアンドゲート、オアゲートで、ハイタもあったよね、 XOR ハイタもあって、でメモリースイッチでさ、メモリー制御みたいなさ、
やつもできんのよ。でこれカウント、シグナルカウンターでカウンターでアップとかなんかトゥルーみたいな、シグナルセレクター。あ俺これわかんねえ、多重化って書いてる。俺これ初めて見た。アップデートで増えたのかな、使い方わかんないけどね。ここら辺で電気回路組んでやったりするので、まとめてこのリボンリーダーとかこの自動化のビットとか書いてるけどね、ここら辺も必要なんだよね。回路を組むだね。なんかマインクラフトでいうなんかあれじゃないの、赤いやつあったよね。人落16さん、うん、そこらは増えましたね。あ増えたんだ。俺なんか回路はさヒント見てやるのが嫌だったからさ、全部自前でやってんだよね。全部自前。粉砕機使うとさ一気に電力食うんだよね。だけどさこのスマートバッテリーが欲しい。スマートバッテリーマジで重要。スマートバッテリーと、あとこの大容量送電じゃなくてさ通常の送電が必要なんだよね。あこれ送電線、これが必要。送電線がね大容量より使えるんだよね。回路切り替えてさ電圧負荷減らすようにするんだよ。でここら辺がベルトコンベヤ系ね、自動掃除機とコンベヤしてね。もうちょっと後半になるとね楽しいんだよね。火山使ってさ、火山とどう向き合うかで決まるんだよね、オキシジェンの能力は。ここ41度かね。気圧を漏れないようにするさタイル、なんかドアがあったんだよ。さっきのドアはさ空気漏れ漏れなんだよ。あこれこれこれ、機械式エアロック。これで液体と気体の流れを防ぐから、これを開発してで空気を流れないようにして、あだけどこれでも使えるか、手動エアロック。機械式はいらないか、これだけでもいいね。うん、これでやったりとかさ。懐かしい。なんかやろうかな。だけど電気ないと無理だよね。何するにしても電気がないと無理なんだよね。うん、そう昔ね、昔クリアした。あの他の星に飛ばすまでやってクリアした。うん、よし。今なんか人割り当てられたね。あみんな1ついてるじゃん。でここ21でしょ、21。式が2だでしょ、式が2だからあと1個できるのか。ちょっと長身は掘りしにするか。重い硬いやつ掘れるようにして。パピコは脳筋でまた行っちゃったけど、一応掃除犬にするか。パピコどうしよう。建築にちょっと、いやだけどな、運搬系だよね筋力って。運搬こっちか、プラス400持てるようになる。こっちはパピコ、これやるとどうなったかな。清掃配管、確かこれないと、あそうそう、パイプ内の不純物排出できないんだよこれないと。これあげとくか、あとは大切だからね。あ風化のグリル、スパイスミル、風化調理任せるか。風化に調理任せて、クッキングの帽子かぶせとこう。風化に帽子かぶせて、パピコは建築家の帽子で、俺穴掘りあった、穴掘りで、ラメールおみやさん研究者でしょ。あ研究、オッケーオッケーオッケー、研究者の帽子オッケー。でね、ここでねこうやってみんなかぶりに来るんだよね。ここにほら、そうなんだ。ほら研究者、ラメールおみやさん研究者。これはパピコは、うん、パピコは建築家ね。風花もかぶったかな帽子ね。ここね、まあいいか。えカロリーが少ないよ、ちょっとマッシュバー待って、これカロリー少ないよ。マッシュバー永久に作るか。そろそろクッキングかなんか栽培しないとやばいんじゃない。俺餓死しそうな気がするけどな。6800カロリーか。あ帽子置いて寝るんだ、知らなかった。帽子置いて寝てる、いいね、結構いいよね。ここら辺はいっか。水もあれでいいでしょ、水あれだけあれば多分しばらく持つから。これラメール大宮さん、ここスパコンの研究もやってほしいけどな。まあいっか、一旦研究終わるの待つか。そろそろ電気だな、どうしよう。ここ掘って二酸化炭素な。二酸化炭素ってマジでどうしようもないんだよね。
いやーしょうがないね。ここを発電室にするか。あーこいつ懐かしい。ドレッコ、ドレッコなんか育てたな俺。懐かしいドレッコさん。一旦金属取りつつ次行くか。ここら辺床掃除させとくか。床掃除させていいね。まあここら辺でいいね。これはこれでよし。一旦ここはこのままでいいや。このままにしてここ発電室にしたいな。火山灰。お、研究終わった？オッケーオッケーオッケー。研究やってじゃあ第2段階行くか。そろそろ研究、基礎研究終わったもんね全部。そしたらあ、脱臭機。脱臭機懐かしいな。そう、砂使ってこれ確かなんかアップデートで電気使うようになったんだよね。アップデートで電気使うようになってさ、マジなんか使い勝手が悪くなったんだよ。スマートバッテリーは絶対使うから、あった、スマートバッテリー、これね。スマートバッテリー作るか。よし。チュートリアル、食の安全。あー、そっか。いや、やっぱり、ダメだ。ちょっと今、あれだね。冷蔵庫作りたいからさ、もう一旦掘ろう。掘って、もう適当な高さ、もう自由気ままにやろう。適当な高さでここ掘って適当なところに回路作るか。お、水拾ってる。そんな水必要か。あ、モップか。俺どこ行くの。オッケーオッケー。めっちゃラメール大宮、ラメール大宮が研究してる。あ、いいじゃん。俺これ落ち着いて見たことなかったね。めっちゃ研究してる。まあいいか。めっちゃ水取った。これどこ行くの。あ、水入れてんのね。はいはいはい。オッケーオッケー。オッケーオッケー。大丈夫大丈夫。ね。これジンさん、無限圧縮ってまだ使えます？無限圧縮。もうできない？16さん、うん、できますよ。無限圧縮できるか。俺無限圧縮だけはする。あんまりそういうの好きじゃないけどさ、無限圧縮しないとさ場所めちゃめちゃ使うしさ、ゲームが楽しくないんだよね。俺もなんかタンクばっか作ってさ、タンクゲーになってさ楽しくなくてさ、自分で調べたんだよね。もうそこはあんまり調べて何かやるの好きじゃないけど。汚染酸素溜まってきてるね。そのうちこれ使わなくなるのかな。いやよしよしよし。お、来た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 、誰か来た。オムレツありがてー。取得済み。超濃い。こいつめっちゃ欲しい。しかもグルメだけど。ヘコキムシ、マジヘコキムシはマジでね災害よ。なんかね自然にね天然ガス出すのよ。マジで災害なんだよね。俺有効利用できなかったもん。ヘコキムシ、ヘコキムシだけどうしても有効利用できなかった。個人的には貯蔵庫の容量を増やすモッドのが好みですね、うん、おすすめ。あ、そうなんだ。そっちの方がいいの。なんかゲーム性が崩れてるよね。水を入れるタンクとかさ、そういうガスを入れるタンクとかさ、わざわざ一個一個作ってさ繋げてってさ、なんかあれなんとかしてほしい。あれはゲーム性が崩れてる気がする。研究するか。スマートバッテリーできたからここまで取るか。動線までね。あ、ウェイ風花。あ、そうなんだ。風花元気にしてるよ。今食中毒だけど。風花ほら、あれ風花が見れない。ほら風花元気に走ってるよ。ほら食中毒だけど発電してるよ風花一生懸命いいよね。うん、うん、うん。
医務室作ってない。グッジョブ風化。ほら風化トイレ、風化のトイレでちゃんと手も洗って、はい風化お疲れと。風化頑張ってるよ。ほらほら水とか入れて、めっちゃ一生懸命風化働いてるじゃん。いいよいいよ風化、ほら、うん、働いてる、うん、マークさん、うん、風化プロサバイバー、うん、絶対ほら、首取り式だから今風花が首取ってるから。風花食中毒で空腹で首取り便所今掃除してるから。いや、これは好かれるよ。これは好感度上がるよ風花。これは好感度上がる風花。風花これは好感度上がるから本当に。で、ほら。トイレも直して、ほら、ほら。これいいよ。これじっと見てるの結構俺好きよ。で、このキャラクター見るとさ、次にこれやるってトゥードゥーリストがあるの、こうやって。あとは、スケジュールだったかな。なんかね、例えば、風花は、風花にこれさせたい、これはさせたくないとか決めれんだよね。あとは優先度とかさ。風花はこれが優先度最高めでお願いしますとか。どこだったかな。風花、あ、書いてる。風花は魅力的で愉快な女性です。あなたが彼女の友達に粗相をしないうちは。怖っ。怖っ。怖っ。パピコ浮いてるよ。パピコ浮いてるよ。怖っ。パピコ。ピカピカ光る缶詰とユニコーンステッカーの詰め合わせ以上にパピコをハッピーするものありません。これ中身とかもあんのかな。中身は貴重なおバカさんです。奇妙なことに他の複製人間は中身をバカにすることを許しません。愛されてるじゃん。ラメルおみやさんは、ラメルおみや泡風呂で歌を延々と歌った後はいつも気分が良さそうですって。シャワー作ってやるか後で。シャワー作るか。パピコもトイレ終わったね。ナイストイレ。パピコナイストイレ。うん。ここら辺早くやってほしいんだよね。今ね、これ仕事がいっぱいあってね。風呂はいいの。もっと人増やさないとダメかな。うん。ここ全然やってくんないんだよね。うん。泡風呂にかけるんだね。泡風呂。そう。ジャグジー。これなぁ、電気なぁ。もうマジ電気使いすぎなのよ。泡風呂。一旦研究やめようかな。だけど研究止めるっていう選択肢がないんだよね。うん。早く発電できるようにしたい。マジでね、発電するとね、二酸化炭素問題でマジで苦しむのよ。うん。ね、ここのゲージがさ、いっぱいになるとさ、また誰か欲しい人いたらいいよって感じになるんだよね。今スキル溜まったように見えたけどね。え、めっちゃ敷居高い。風花敷居10いってる。あー、そうか。風花用に料理グッズ作るか。電気グリル。もう電力いっぱいねえな気がするけどね。もうダメだと思うけどな、俺これ。配線焼き切れるんじゃないこれ。電気レイヤー、配電レイヤー。これ深いくつ？深い420か。まだいけるね。潜在的負荷420でしょ。これ60しか使わないの。きたきた。ドロドロの揚げ物、マッシュフライ。マッシュバーからマッシュフライ。ねえ。ねえ。ね。この飯は食うなってできんのよ。あったあったあった。食料で、このマッシュバーを食うなってできんのよ。マッシュバー食うなと。マッシュバー食うなってやると、風花が料理して、マッシュフライにするしかないのよ。で、マッシュフライはまだ不快感がそんな上がらないの。確かそうだよね。そうだよね。当たってる。で、あ、あった。優先度。優先度、これで、風花は料理をちょっと優先度高めにして、ラメール大宮さん研究優先度高めにして、で、他は軒並み普通か。普通でいいね。これでいいや。これで。で、風花がマッシュバー作って、で、よしよし、オッケーオッケー。風花料理人ね。頼むよ。よしよし、オッケーオッケー。なごみー。なごみん、なごみん、うえ、こんばんは。先日はどうも。バッドデイいつでも歌い直した方が俺いいような気がしてるんだけどね。バッドデイバッドデイやばいような気がするけど、バッドデイ聞く。俺バッドデイやばいような気がするんだけど。あ、これ、あ、
発狂するか。風花いつも発狂してるか。ナゴミントさん、うん、やばいよね、笑。そう、俺もやばいような気がする。OBS 使ってんだったら後から OBS でも入れ直しできるけどね。1ヶ月まるまる流れるからね。マーク、はい、マークこんちは。こんにちは。うん、これで、あれもう鉱石足んないのかな。鉱石取りに行ってほしいけどな、ここら辺ダメかな。うん、エンジェルさん、うん、アイアムクレイジーガール、アイアムクレイジーガール、アイアムクレイジーガール、バッドデイで、そんな、そんな、そんなあれよ、ここら辺、鉱石。お、お、ナイスナイス。めっちゃチュッチュしてるじゃん。何よ、そのチュッチュ。オッケーオッケー。めっちゃ息苦しさ出してるわ。めっちゃ風花料理してる。めっちゃ狂ってる。風花ちょっと中途半端にやめてるよ。なんかちょっと気持ち悪いんだけど。これ何？これ風花料理してんのかな。風花が料理してるの見てないんだけどな。マッシュフライ、あ、風花料理してる、ほら風花料理してる。あ、いいね、こうやって俺ゆっくり見たことないわ。いいわいいわ。風花、風花は今料理、はい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 、料理人だから任せて、ゴールストリーボス、ナイス風花、ヒープノット90ニュー、ナイス風花。で、これで料理したら、ほら、できたの。これ。これね。これをみんなが食べんの。まあ、ドロドロの汚いやつをちょっとカロリー上げたの。油を衣せただけ。油を絡ませて。ナイスナイス。オッケー、バッテリーが切れた。走れ、風花。よしよし。うん。焦げたやつ。ダメルさん、エンジェルさんの作るインド料理。インド料理。よし、これでだいぶ安定したよ。ね、人が来るの待つか。ね、風花は寝ると。ね、パピコは発電と。パピコ頑張れ。研究終われば、あ、楽しい雑談してる。いいじゃん。いいじゃん。コミュニケーションバッチリだね。インド。インド。インド料理。ワーク風化いいね。まあもうそろそろね、いろいろね考えなきゃいけないのが出てくるんだよね。そこからか地獄よ。だいたい食料問題で死ぬからね、いい感じで乗ってきた時にだいたい死ぬんよな。今何時？21時か。よしよしよし、あ、来た来た。めっちゃパピコとか料理作ってんだけど。エンジェルさん、うん、眠いパピコスヤスヤ。眠い、寝なさい、パピコスヤスヤ。こっち、ラメールおめさん研究。ここさ、左下一切やってくんないんだけど、本当に人手が足りないの。マークさん、無理やりさせようかな。無理やりさせようかな。優先度上げるか。俺鉱石掘りだよね、確か。鉱石、鉱石掘り。あ、そう。マークさん、24時間実質。うん、攻撃はね、攻撃は高めにした方がいいんだよね、確か。攻撃は高めにして、で、生命維持も高めにした方がいいんだけど、生命維持も高めにしとくか。生命維持系。生命維持系高めにしといて、あんまり高めに、発掘、そう、長見発掘ね、これ。これで優先度上げとくか。ね、パピコ建築家だよね、確か。パピコも建築家上げとくか、建築。パピコ建築だよね。パピコ建築。オッケーオッケーオッケー、役割分担でちゃんと優先度上げとくか。オッケーオッケー。なんかハーハー言ってる。え、酸素が足んなくない？え、もう酸素足りないの？早くない？二酸化炭素もりもりやん、ここ。いつも助けろ。あ、いつも助けろ。え、酸素足りないんだけど、嘘でしょ。やばいやばい。やばいやばい、どうしようどうしよう。マジで酸素足りねえの？もう酸素足りなくなるの？かぁ！かぁ！これだから。換気。換気いいか。電気ねえしな。一旦酸素作るか。酸素生成装置どこだっけ？中見さん、地下ですか？これ地下ですね。これ地下ですね。あった、酸素あるや。水と酸素、水と酸素と水素。
これだね、酸素分布装置、ここ、ここだね。ね、ここで、ラゴミズさん、ここから配電しないといけないのよ。こうやって、こうやってなるべく壁の中通した方がいいんだけどね。壁の中通すの好き俺。はい、オッケー、配電、オッケー。よし、寝室がさ息苦しいと終わるからね。一旦寝室だけでも快適に、快適にするピエン。よしよし、オッケーオッケー、よしよし、オッケーオッケーオッケー。ね、採掘は進んでる。あ、やってるね俺、ちゃんとやってるわ。オッケー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 。優先度上げてよかった。何、あ、誰か来た、誰か来た、誰か来た。待って、一人増やすか、一人増やすか。あ、だけどいい人いないね。この人は取得済み情報、スティーブ。あ、いいんじゃないこの人、最初から掘れるしさ、レベル3で開始。あ、この人強くないね、ピエン。この人名前何にする、男の人誰にしようか。なんか誰でもいいんだけどね。一旦保留にしとくか。保留にしといて、制作速度3。こういうの、こいつ強いぞ。こいつ行くか。畜産と医療か。まあ、後々関係ねえからな、あんまり。いいか。こうしようか。一人仲間入った。よろしく。さあ。で、スキル見よう。ほら、最初からこれ持ってんの。もう俺、いらない人間になってるからね。畜産後々趣味で作るんだよな。調剤、医療やってみる。いつの間に生きている？ん？いつの間に生きてる？ちょっとわからんな。言ってる意味がわからんな。ちょ、調剤マークつけとくか、こいつ。で、ラメール大宮さん、研究。研究さらに上げるか。よし。ラメール大宮さん、研究者ね。よし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 。オッケーオッケーオッケー。で、ホル、スティーブ。わらわら。ホルやつ、あったあった。ホルこいつ最初から3つあるからな。よしよし、これでホル要員が2人できた。オッケー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 。よし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 。マークさん、ゴータン、ゴータン、ゴータン、地下ですか。あ、これ地下ですね。これは地下です。大丈夫です、地下です。ねえ、でここのさ、上にあるさ、やつさ、欲しかったらさ、こうやってはしご作るしかないんだよね。はしご作って、ここまで掘れたかな。こうやって一段上のはしご作って、こうやって掘るしかない。アム、エイム。よしよし、オッケーオッケー。これで上から順番にちょっとずつ崩していって、ちゃんとこうやって、確かこうなんだよな、あんま覚えてねえけどな。4マス上までしか掘れないからね。あ、ほら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 、こういう風に4マス上までしか掘れないからさ、5マス上はさ、こうするしかないんだよね。で、いらなくなったら壊すっていう、こうやって掘っていくしかないんだよね。 OK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 。 で、建築はパピコでしょ。パピコが建築してくれるよね。ねえ、ここら辺もタイルじゃなくてはしごでいいんだけどね。ここら辺も欲しいな。タイル作るか。タイル作って後でやるか。こんな感じね。いやいや、待て、間違えた。一旦ここ抜いて、ちゃう、キャンセル。こうやってね、一個つなぎでやるの結構重要。エンジェルさん、日本時間では21時20分。かっこいい、かっこいいやん。で、キャンセルしてこんな感じね。1マス、うわ、湧いてきた。あいつらいつも地面に寝てんだよね。エンジェルさん、午後こんな感じね。オッケーオッケー。これで掘ってもらおうか。よし、オッケー。で、あ、そうか、新しい人スケジュール割り当てるか。長見と一緒でいいかな、スティーブ。いや、3人するか。掘る人が重なるのもあれだよね。オッケー。あ、なんかゲージが出てる、右上。知らなかった。マークさん、日本のどの辺りにお住まいですか？
めっちゃ風化を掘り下げてんじゃん。よしよし、オッケー。よしよし。これ何？これ発電機、バッテリーが 50% になったら、あ、大丈夫だね。オッケー。マークさん、うん、いつか東京を訪れたい。よし。よしよし。あ、いいね。パピコいいね。あ、いいね、いいね、パピコ。あ、いいわ、いいわ、いいわ。オッケーオッケーオッケー。よし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 。うまいうまいうまい。オッケーオッケーオッケー。いい感じ、いい感じ。よしよしよし。こうやってね、上のやつ壊してくんだよね。ほら。いいね。いいね、いいね。オッケー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 。で、こうやってここ綺麗になったから、ここをこうやって、こうやっていくの。オッケー。いいね。ダメルさん、うん、ウェルカムズ東京と長見家。長見家。風花、俺ん家に住んでるよ。で、これで素材選べんの、こうやって。何の素材で作るかって。これでね、熱伝導率が変わんだよね。ここから。今これしかないけど。エンジェルさん、好きな日本食はありますか？好きな日本食はありますか？エンジェルさん、住んでないわ、笑絶対殺されるパターンだからね。おさみさんの家に遊びに行った時は、おさみさんの家で寝泊まりしていますよ。おさみさんって誰？おさみって。こっちね。よし。これで一旦ここ掘って、よし、オッケーオッケー。もう酸素がないんだよね。二酸化炭素しかないから、ここ息止めてんだよね。ここで作業するとき。ね。やばいよね。どうしようかな。ここら辺やばそうな気すんだけどな。ダネルさん、なぜか長見をおさみと読み上げてる。わら。あ、そうなの？エンジェルさん、うん、なんでだろうね。わら。なんか隠語みたいのがあるのかな。マジで酸素ねえわ。あ、風花まだ料理してる。ちょっと風花作りすぎじゃない？ 26,000 カロリーって書いてる。風花ちょっと抑えてもらっていいから。ちょっと風花作りすぎだな、こいつ。風花ちょっと一旦風花作るのやめてもらっていいか。よし。ここの優先度を上げればいいのか。エンジェルさん、みんな太れ、深めのチャンネル。みんな太れ。あ、バッテリー切れたわ。ダメだ、マジで電気作るやつやんないと無理だわ。風花には働いてもらう。風花すぐ休むな。風花一旦帽子下げたのはなんだ。風花なぜ帽子を下げる。なんか嫌なことあんのかな。パピコは？あ、パピコ。メムさんさん、エンジェル様の飯学園ってのか。パピコ肉体労働似合うな。肉体労働似合うな、パピコ。うん、いいな、いいな。オッケーオッケー。いいな、いいな。ガンガン働いてるわ。ラーメン派、日本食レストランでしか食べたことがないのですが。え、なになに、ラーメン。マークさん、美味しかった。ね、パピコ45さん、タツコちゃんめっちゃ走ってるね。これさ、これしばらく使用禁止にしようかな。ちょっと4番優先度下げよう。これよしよしよし。ちょっとこれ、あ、掘るの終わったのね、この人たち。よき45さん、ナイチェ、わら。ナイチェ。これどうしよう。ここ壊さないと多分歩けないよね。オッケーオッケー。したらここも掘って、あ、違う違う違う、ここ後だね。ここ後、よし、オッケー。ちゃんとさ、なんかさ、時々さ、何も考えずに掘るとさ、この人間たちがさ、私も肉ラーメンが好きです。適当だな。戻れなくなってさ、こいつらが帰り道がなくなって餓死したりとかさ、窒息死すんだよね。ここ今呼吸ができないからさ、窒息死する。よし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 。
俺電気ってどうやってたかな、あんま覚えてねえな。だけどそろそろ基地がさ広くなりしすぎたからさ。マークさん、フカさんは料理ができるんですか？フーカ料理上手よ。フーカは料理上手よ。もう勝手に言って、あ、これ病原菌だ。ここら辺病原菌あんだよね、これ。これ。ラベビタフィオフィオさん。これ。こんにちは。あ、ラベビタさん、こんにちは。エンジェルさん。くぅ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 。よしよし、オッケーオッケー。で、高さ2マスまでは登れんだよね、こいつら。よし。ね、ここら辺掘るか。よし。どうしようかな。ここ鉄なんだよね。鉄鉱石。鉄鉱石ちょっと欲しいな。これ何？あ、輪鉱石だ。輪鉱石って融点が低いやつだよね。一旦ここら辺を発電所にするか。あんまり何も考えずに行くか。発電所。エンジェルさん、マガミさんとドルセナと友達ですウェー。何？何と友達？ラベビタフィオフィオさん、マガミさん、元気ですか？あったよ、フレッド、フェルド。元気だよ、元気。はい、ファイン、元気。ラベビタさん。うん。インリアルライフ。うん。ラベビタフィオフィオさん。アロン、アロン、ステン、ピカソー、サウダー、ビーフ。シスボニック、ダセスティのシャラリニープレイサープレイスダンノマノマイエイノマノマイエイノマノマノマイエイキープタウシーラゴスタティテイラミテイスデオーキテイエイプレイサープレイスダンノマノマイエイノマノマイエイノマノマノマイエイ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。くぅくぅ。ありがとうございます。よし、ここら辺ね。いやいやいや、こちらこそ。ね。ね。料理得意なさ、人ってさ、いつになってもやっぱ優秀っていうか有利よね。うん。だけど今は男も料理できないといけない時代だからね。まあ、そう言って俺は絶対料理できないけどね。うん、マークさん、うん、バルセナをやっつけたい X4 案件には詳細。あ、研究終わったの？研究終わったんだ。研究終わったままか。あ、これ終わってたんか。あ、やっとできた。送電線がやっとできた。そしたらどうしよう。精油、天然ガス発電機。そう、これ天然ガス発電機で発電するか。みんなとうとう俺本気出すよ。これ、ここの天然ガスっていうのがあって書いてるのね。何サイクルごとにガスを出すって。このガスを使って発電する、電気を作る。とうとう電気を作るところまで来ましたよ。よしよしよし。エンジェルさん、よし。不安定な派手ドバのプロ。え、そうなの？あ、バルセーナ山野さんか。うん、サイクルが分かんない。あ、分析してないのか。分析しないといけないか。お前には渡さない。お前には渡さ。ありが、風花誰のもんでもないよ。そうだよね、多分。あ、これ強かったわ。うん。うん。うん。エンジェルさん、わらわら。別に日本語でコメントしても英語で略するよ。俺タグにさ、自動翻訳ってつけてるもん。本当に。うん。長見さん最高です。長見さんイズベスト。Thank you。Thank you ラベビタさん。本当ありがとうねラベビタさん。マークさん、不安定な上昇トレーラー。うん。ね。エンジェルさん。うん。バルセーラバルセーラさん、女だと思ってんの？大丈夫。あ、これ水がもう取れなくなる。ちょっと一旦手押しポンプ新しいの作るか。手押しポンプ新しいの。あ、もう水が足んなくなる。わらべ歌。手押しポンプがもうダメになる。手押しポンプどこら辺に作ろう。ここら辺、ここか。ここで作れるのか。水の中で水を取る、完璧やん。あ、あ、来た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 。ここ発電室ね。発電室。あんまり不格好だけどね。不格好だけどね。わる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 。あったよ、助けろって。マジ風化適当だからな、コメントが。よしよし、オッケーオッケー。よし、ここら辺ね。
まあ、二酸化炭素でいっぱいなんだよここマジで。もう人がね呼吸できないの。酸素レイヤーほら見て、この赤いのって酸素が、酸素ないんだよ。この水色が酸素ね、呼吸できるやつ。もう地獄よな本当に、この世の地獄よ。マークさん、うん、枯葉プロではない。枯葉プロではない。よしよし、オッケーオッケー。マークさん、一旦安定させよう。エンジェルさん、うん、そこにしか入れないじゃん、わら。ね、もうやばいよマジでね。酸素と食料問題はね最初の課題で、次に電気はね、なんとかね、こうやってマイペースでなんとかなるのよ。ほらラメールおみやさん走りまくって、走り込みで今スキルを取ったから。取ってねえわ。もう研究はラメールおみやさんに任せて。え、ここら辺タイルできてないね。え、なになに、失禁した。うーか、失禁した。あ、トイレが使えなくなってる。トイレ最優先でやってよ。ふうかごめん、ふうか失禁した。ふうか、ふうかごめん。中見さん、チカですか。ふうかごめん、ふうかごめん。ちょっと床掃除しよう、汚染水が出てる。ふうかちょっと量が多い、失禁の量が多い。ふうかちょっと待って。ふうか、ふうかごめん、ストレスが半端ないと思うけど、女の子にそんなことさせてごめん。ちょっと汚染水が、汚染水がひどい。ちょっとふうか、ふうかごめん、トイレが使えなかったんだよ。ふうかごめん、もうごめんとしか言いようがない。ふうか、ふうか、モップで、モップ、ここちょっとここら辺モップしてほしい。モップ優先度9で、優先度9でモップがけ。ちょっとみんなが不快になるからさ、足が水浸しになると。よしよし、オッケー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 。ナイスふうか、ナイスふうか、ほらナイス風化、風化ナイス。俺が隣で出てる、俺ゴミみたいな人間なんだけど、風化が一生懸命掃除してんだよ。俺後ろで出てんだけど、ゴミみたいな人間なんだけど、まあいいや、ちょっと待って。よしよし、大丈夫大丈夫、オッケー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 、よしよし、オッケーオッケー。ああ大丈夫、とんでもなかったわ。よしよし、研究回ったか。よしよし、大丈夫、これ4つね。ゴミよな、人としてゴミだよな。よしよしよし、これでいいね。であとここら辺掘ってやったればオッケーね。はいはいはい、うん、まああとからさ場所移動させるかもしんないけど、こんな感じでいい。あ、上に、ここ上にもあるじゃん鉱石。ここね、ね、わらわら、ここら辺ね、ここら辺、これ欲しいからさ、欲しいからこれは取っとくか。これでここ取れるでしょう。次の住民はメヌ様かな、グスナダニと思って。あ、メヌさんにする。そうだね、もうメヌさんいるよ。メヌさん候補、ここ。これ名前変えれたよね確か途中で。あれ名前変えれたと思うんだけどな。メヌさんさん、えへへ。メヌさん、メヌさんに変える、これ。あれ名前変えれたんだけどな、どこ行ったかな。名前変えれたと思うけどな。カメラで追尾。あーあった、こっちこっち、うん、メヌ、メヌさん来たわ。メヌさん見てみるか。あれメヌさん、ほらメヌさん頑張ってるじゃん、結構頑張ってるよメヌさん。メヌさんさん、うん、顔色悪そう。だってここ息ができなくて、かつ水の中だからね、不快指数半端ないと思うよ。ストレス係数見るとさ、ほら匂いが溜まってる、匂いとずぶ濡れだけどさ、あの注目してるとさ、注目の的でこうやってだんだんストレスゲージ減ってくんだよね。エンジェルさん、メヌさんの性格派、メヌさん見てみる。メヌは自分が超能力者、メヌは自分が超能力者だと確信しています。そして友人がそれについてどう思ってるかもよく知ってますって。ちょっと分かんない、メヌさんってどういう存在なのか俺は分かんない。メヌさん、じゃあメヌさん掃除、メヌさん掃除をあげるか。掃除、掃除、清掃、コロニーにおける清掃の優先度、メヌさんあげとくか。メヌさん生命じゃみんな上だよね。オッケーオッケー。これ切り替えってなんだ。あ、切り替えね、切り替えも優先度高い方が確か良かったな。なんかスイッチの切り替えとかさ、急いでやるときあるからさ、スイッチの切り替えも上だね。オッケーオッケー。
お、長見、長見トイレ。ふぅ、ふぅ、手も洗ってしっかり。ナイス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 、よしよし。で、あとここが完成したら OK だね。神が降臨してる今。神降臨してる。これね、滑り棒っていうのがあってさ、一気に下に降りるやつとかあるんだよ。あれはあれですごいいいよ。ラベリタ、ヒヨヒヨさん頑張れね。みんな頑張ってもらわないと。よし、 OK。 研究終わったんだよね。なんか研究する？研究しようかな。他にさ欲しいのってさ、あーだけどベルト、あ、これ滑り棒、滑り棒これ結構優秀なんだよね。でこれ熱交換プレートも優秀なんだよ。ノロさん、ウェイ、グスナガミ、ウェイ、グスナガミ、ウェイ、ノロさん、ロムってたね、ウェイ。あ、これ検知器、液体パン、病原センサーか、病原センサー。